はい、こんばんは、うさです。秋になってまいりました。まだ暑いですけどね。はい、今日も寝つくまでのダウト、嘘つき男は誰、やってってみようかなって思っております。よろしくお願いします。で、うん。おバレバレ。全然やってないの、バレバレ。ログインボーナスもらった。体力とか必要な？なんか、ストーリー読んでいくのにチケットが必要なのは分かってたけども、体力とか必要なんだ。あ、白猫さんだ。あ、こんばんは。ありがとう、いつも。今度、白猫さんのも見に行かせていただきます。えい。そして、ここ、続きを読むでいいのかな？えい。多分、私の記憶より全然、うん、しっかりしてるはずなので本当こんばんはでございます。なんかね、お久しぶりな感じがするよね。ドラクエやってないからな。お、なんか電話入ってるよ。また電話かどういう話？あ、はい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 。あ、サッカー選手のなんだっけ、なんかなんとかシュートとかいう、あ、松木シュートさん。うん、なんか、はい、どういう怪しさのある人なのかわかんないけど、プロのサッカー選手らしい。なんかチャラ系っぽいね。はい。で、何？マネージャーだわ。ごめん、すぐ戻るから。忙しい日だったのかな？そんな日に声かけてもらえるなんて嬉しいような、申し訳ないような。あ、そっか。バーに連れてこられてるんだ、今。もしもし、みちこ？わかった。一旦部屋に戻るよって、みちことかさ、女の名前を下で名前で呼んでるっての結構、怪しい。怪しいというか、彼女なのって思うんだけどなーい。まず一番最初に思うこととしては。ごめん、ピオさん。すぐ戻るから、待ってて。今、持っててって言おうとしたね、私ね。え？戻ってきたら、もっと君のこと聞かせて。俺、本気でくどくから。チャラーイ。おにょれー。私に耳元でそう言うと、松木さんは携帯を片手にバーを出て行ってしまった。二人で行ってるバーで女を置いていくってどういうこっちゃーん。そんなに大事なようなのかね。女の子を一人お店に置き去りだなんて、さすがサッカー選手って感じ。同じこと言ってるけど、でもね、サッカー選手だからとかそういうの関係ないから、多分。押したり引いたりの駆け引きとか？いや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 、押したり引いたりの駆け引き、サッカーってそんなに必要だったっけ？むしろなんか体で体当たりみたいな感じのイメージなんだけどな。会ったばかりの人のこと考えてもわからないか。うん、 あれこれ考えてもしょうがないよ。どうしよう、なんか暇つぶしになるようなものないかな。店内を見回すと、そばに置いてあったマガジンラックに松木さんが表紙のスポーツ雑誌を見つけた。おお、何、証拠ゲット。うん、見出しには特集、松木シュートのすべてとある。あ、松木さんのこと知るのにぴったりじゃん。雑誌を手に取り、パラパラとページをめくる。これ、このゲーム自体が、このアプリっていうか、ソシャゲ自体が結構前のだからだと思うんだけども、今だったら多分スマホみんな持ってるから、スマホでちょいちょいってこう、ね、ネットで調べちゃえば、すっごい速攻で、だいたい、なんか余計なことまでダラ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 出てくると思うんだけどね。え、モテ度ミッション発生。モテ度？私がモテるかモテないかなの？モテ度ミッションが発生しました。ミッションに必要なモテ度はアピールタイムでゲットできます。え、どういうこと？モテとアピールタイムって、なんか、関連性ある？わかんないけど、まあいいや、ゲット。モテ度タイムで、モテ度。アピールタイムって質問に答えるミニゲームです。質問に答えると、モテ度と、スタイルポイントがもらえます。スタイルって何？あの体型みたいなことのスタイル？スタイルってこのミニゲームで決まるの？いい世界だね。いい女と思われる答えを選ぼう。ああ、なるほど。いい女だったらこう答えるんじゃないかとか、ね、キャラが喜ぶ答えを喜ぼう。キャラ問題。このキャラだったらこれが喜ぶんじゃないかっていうのを深読みすればいいのね。深読み？アプリコン編にはいい女問題のみが出現します。結果は大モテと小モテの2つ。大モテになると、よりたくさんのモテ度とスタイルポイントがもらえるよ。アピールするために必要なのは、アピールするには
本編体力または共通体力が必要です。何？自分のこうモテをアピールするために体力が必要。なんか生々しくなってきたな。そういう感じ？現在のモテ度、スタイルポイント。モテ度を貯めて愛され女子を目指しましょう。このスタイルポイントが低いとなんかすっごいなんかドギャンな感じのスタイルになるのかな。ちょっとそれはそれで見てみたい。まあいいや、通常アピール。消費体力1。何事にも体力が必要ってことか。クリスマス前。え、タイムがあるの？クリスマス前だけど彼氏がいなくて焦る。そんな時どうする？仕事や、誰でもいいから恋人同士になる。それはないな。仕事や、あれに没頭する。あ、何？私自分のこと答えちゃった。ダメだ。あ、やっぱこもてた。そんな答えじゃ彼に届けられないわ。そうですよね。モテ度ミッション。なんだろう、今度。いや、なんかいろいろあるな。あ、これ、クリアしたってこと？もうこれで終わりか。多い。え、松木、シュート、家族、チームを、そして日本を牽引する実力派ミッドフィルダーを形作ったのは、家族によるジャストな距離感のバックアップだった。本年度の年収9000万円。マジやばい。高額な年収に目がくらむ。あんまり年収どうでもいいな、私は。やっぱ人用は中身よ。人用、うん。家族に感謝。家族の支えがあって、俺はサッカーを続けられた。へえ、家族思いなんだ。好感度アップ。お父様は不動産経営。金持ち。妹さんが客室乗務員。おー、あれか。キャビンアテンダントってやつですね。なるほど。エリート一家ってやつ。お母様が食事を管理。松木選手の、ファインドフレンドには毎日の食事が一般公開されている。あ、ツイッターだか、LINE だかみたいな感じ？ちょっと見てみようかな。今日のパーティーは連絡先を交換した人とはファインドフレンドでもつながれるシステムだった。私は早速松木さんのページをチェックしてみた。ん？これか。なんかいっぱいだな。いっぱいだな。あ、これか。松木さんの家族ってどんな人なんだろう。ちょっとプロフィール見に行ってみよう。これか。えい。松木シュート。プロフィール？雑誌の通り、4人家族なんだ。友達になってたりするかな？見に行ってみよう。あんまり、どうでもいいんだけども。どうでもいいんだけど、これ写真撮れんの？あ、写真撮れんだ。へー。これで、証拠になるんだ、これが。あれ？父親修造。修造って言うとなんかちょっと、黒くて元気で、日本から離れると日本に台風が来るっていうあの人しか出てこないな。まあいいや。母、みちこ。みちこ？さっきみちこって呼んでたよね。妹、かなこ。なんでみちことかかなことか、女の人の家族はみんな、ひらがななん？これで終わり？中断すると、あ、中断しちゃった。こっから、なるほど。フレンド。あ、いた、松木みち子、お母さん。超垂れ目。超絶垂れ目じゃない？愛する人とってなんかお母さん誰かとなんか、すごい、寄り添ってる写真が。今日の投稿、松木さんのご両親かな？夫婦の仲いいんだ。夫婦の中なのか、これ。これも証拠ゲット？お父さんとお母さん？すごいな、これ。何見てるの？わ。松木さんに背後から話しかけられ、私は慌てて携帯をバッグにしまった。俺に興味を持ってくれてるのは嬉しいけど、せっかくなら雑誌じゃなくて実物を見てよ。あ、そう。あ、そう。乾いた言い方しか返事しかできない。松木さんは私の顎を引き寄せた。なんちゅうことすんねん。もっと近くで。早速ですか。
2、3日ここに泊まるんだけど、今から来ない。ほんと直球だなぁ。ストレートにゴールを決めてこようとするぞ、こいつ。お前、いや、なしでしょ。さっきやったばっかりで、ベッドインっていくら松木選手でも絶対に無理。うん、無理。これ、低層観念、うんぬんとかの話にもなってくるよね。今日のところはなんとか切り抜けよう。すみませんが、今日は私これで失礼します。え、なんで？すんごいキョトーンとしてるよね。断られることがまず念頭にないというね。まだその心の準備ができてなくて。出会ったばかりの、しかも世界の松木選手とそういう関係になるなんて、ここは上手におだてつつ、潤んだ目で上目遣いに見つめて、青春ガール作戦で逃げ切れるか。青春ガール。今時それも全滅危惧種かもしれない。着実にチケット消費してんな。そうだね、ごめん、ちょっと焦りすぎちゃったね。焦ってるっていうか、かなりガツガツだよね。もう肉の匂い嗅いだだけでもうよだれ垂らしてる肉食獣って感じになっちゃってるんだけど。でも俺、君のことかなりマジだからさ、真剣に考えてほしい。いや、なんだろうな。こういうね、なんか言葉をね、さらっと言う男はどうなんだろうね、どうかと思うんですよ。私的に。私がね、口説かれ慣れてないっていうのもあるのかもしんないんですけど、じゃあまた日を改めませんか。ぜひ真剣に考える時間をください。そうだと思う。わかった。また誘うよ。今日はピオさんに会えてよかった。いちいち反応を浮くセリフっていうの？あんまり聞き慣れないセリフとか言葉をずらずら並べされすぎて、なんか脳みそ違う意味で。なんかね、私、ツイッターでささやきっていうのがね、笹で巻いた、焼いた、なんか料理みたいな感じにしか聞こえなくなってきてるんで、そんなこと書いちゃったんだけど。本当にそんな感じ。別物になってきてる甘いささやき。ほっとする気持ちで松木選手と別れた私は、少し酔いを覚まそうとロビーにあるソファーにもたれかかるように座った。松木さんやっぱかっこいいよな。意外にグイグイ来るところに目つぶったからかな、つぶったらかなりいい男なんだけど。グイグイ来るのは職業とかあんまりそういうの関係なくて、ただ単に性格だと思うぞ。年収も9000万って申し分ないし、申し分ないっていうか、ちょっと、桁が桁なだけに私なんかもう、なんだろう、月単位に考えちゃったりしてね、月収にするといくらになるのとかね、こう考えて、で、計算できないからちょっと追っつかないんですけど、世界的なプレイヤーになるだろうって期待されてる選手だし、でもまあ、今すぐ決めなくてもいいか。今日は大収穫だったわけだし、すごいよね、今回ね。多分ね、ちょっと日が、これプレイしてる日が空いてしまったので、何だけど、一日に全部10人イケメンと会ってるっていうことになってるからね。ストーリー上では。うおぉ！そこにお見合いパーティー中にロビーで見かけた巨漢の男が通りかかった。見つかっちゃったー。ゲ反射的にソファーの裏に身を隠す。怖い、キョロキョロして、まるでハイエナのよ。いや、見た目は豚ちゃんなんだけど。もしもし、みなこママ？もうピオさんどこにもいなくなっちゃったよ。やっぱり僕には婚活は無理なんだって。みなこと結婚する。お母さんと結婚するって騒いでる。巨漢男。豚ちゃん。いろんな意味で怖いね。どうしようかね、こういう男ね。とりあえず、口悪く言うなら、滅べって感じなんだけど。まあいいや。これはマザコンの極み。マザコンと結婚はやっぱり絶対無理。無理。私も無理。だってお母さんとさ、なんか、張り合うのはちょっとやだよね。って、あれ、なんか引っかかるな。マザコンって母親のことを下の名前で呼ぶんだよね。ってことはあれ、まさか。いや、確かにね、さっきの松木選手もね、お母さんの名前ね、みちこって呼んでたけども、下の名前で呼んでたけども、でも、
そんなことないんじゃないかな。マザコン、うん、一人私にも知り合いにいたんだけども、その人は、お母さんのことをママって呼んでたんだよね。本当にテンプレみたいなんだけども、本当にママって呼んでて、で、ママにこう、しつけられたっていう、なんか自分の育ちの良さをすっごいアピールする男だったんだけども、ママって呼んでたな。母親のこと下の名前では呼ばなかった。でもその代わりね、その人ね、なんか、その人のことディスっちゃあれなんですけど、いい男なんだけど、いい男だし、お母さんなんかすごい厳しく育てた割には、ご飯の食べ方が汚い男の人だったのね。それがマイナス点だなって私は思ったことがいろいろあったんだけど、まあそういう過去の話は置いとこう。あの人ってマザコン？よくよく考えたらあの人の行動って私をほったらかして母親選んだってこと？確信はできないけど考えれば考えるほどマザコン男な気がしてきた。付き合ってから発覚とか絶対嫌だし、今のうちに確かめておこう。私は携帯をバッグから取り出した。早いなぁ、私。何が始まる？もしかして例のなんとかタイム？この後のダウトパートでは正解のルートでキャラクターのボイスが流れます。正解だとキャラクターが喋り出すのね。うん、なるほど。右下の、オプションのセッティングから SE の設定をオンにしてお楽しみください。だそうです。これセッティングのなってるね。 OK OKOK。 はい、オフだとボイスは再生されません。了解。この人？こっち？どっち？なんか二人とも、メガネ男なんだっけ？この人もマザコンだったんだっけ？あ、すっごい忘れてるわ。私自分のアーカイブ見とこう、後で。二人のうちどちらかが、どちらかがマザコンだと。ダウトパートクリア後に結果発表があります。ミスの回数で結果が変わるので、好成績を目指そう。なんだってー。私、こっちのね、春市さんメガネ男の方がね、ちょっとね、すっかりね、忘れてるんですわ。なので、ちょっとシュートさんから行こう。シュートさんの方がなんか、マザコンっぽい気がする。間違ってたらごめんって感じで。よし、ダウトパー。私は松木さんにトークタイムを送ることにした。いや、なんか、早いな。シュートさん。はい、やっぱり今日中に話したいことがあるんですけど、今からお会いできませんか？なんか随分思わせぶりに。お、すぐ既読ついたわ。ピオさん、嬉しいよ。じゃあ、部屋に来てもらっていい？303号室だから30階か。わかりました。部屋行っちゃうの？部屋行くの危険じゃない？肉食獣だよ。行っちゃうんだ。コンプリート。本当に？よし、松木さんがマザコンだって絶対に暴いてみせる。いや、ちょっと待って。ちょっとわかんないけど、まあいいや。行ってみよう。うお、いい部屋なんだ。私は松木さんが泊まっている303号室にやってきた。うわ、この部屋スイートじゃないの？さすが、年収9000万。スイートルームか。私はテレビでしか見たことないぞ。夜景も最高に綺麗。綺麗だね。ふお。甘いささやき出た、ささやき。私が窓から外を眺めていると、松木さんが後ろから抱きしめてきた。はいやーて、はいやー。俺真剣に考えたって。変な笑いが出ちゃった。やべえ。今日、いや、確信しないで。まだ私確信してないんで。はぁ、あ。すると松木さんは突然私の前でひざまずいた。早いわ。お前早いわ。私たち今日会ったばかりですよ。だから真剣に考えてほしいって言ったじゃん。お手がいなこともまるで何にも分かってないのに。
それもつい15分前の話ですが。実は来月からイタリアのチームに移籍するんだ。一緒に来てくれないか。会って喋って15分後に結婚申し込まれてイタリア行きましょうって、誰がそこでうんちゅうね。話が急すぎる。うん。って私こんな話をしに来たんじゃないってば。うん。違うってば。あ、ストーリー。うん。いけるかな。松木さん。マネージャーさんには相談したんですか？マネージャーのことなんて気にしないで。これは俺たち二人の問題だから。ほほー。まずはあの何度もかかってきた電話の相手が誰なのかはっきりさせよう。あの松木さんのマネージャーさんのお名前って、みちこさんだよね。あさこさんって誰だよ。みちこさん問い詰める。マネージャーさんのお名前ってみちこさんですか？斉藤だけど、それがどうかした？よし、マネージャーの名前を言わせたぞ。自分のついた嘘にまだ気づいてないみたい。よーし。マネージャーからだって言ってた電話で何度もみちこって言ってませんでした？焦った顔してる。斉藤の聞き間違いじゃない？ないわ。そんな聞き間違いあるわけないでしょ。それよりさ、どうなの？結婚の件は？松木さんが向き直った時、ポケットから携帯が床に落ちた。着信履歴、みちこで全部埋まってる。よく見えたね。松木さんはあたふたしながら携帯を拾い上げた。あ、大丈夫か？いけるか？まだいける。妹、みちこは妹だよ。最近悩みがあるとかで相談に乗ってたんだ。ほう、違う、みちこは妹じゃないでしょ。証拠もここにあるんだから。ね、さっきね、スクショ撮ってたね。これ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 。突きつける。私は携帯を松木さんの目の前に掲げた。ここに家族構成が載ってます。妹さんはかなこさん、みちこさんはお母さんまですよね。松木さんが連絡を取っていたのはマネージャーさんじゃなくて、え？信じられない。開き直った。すごい。嘘をなんか、思いっきり、塗り固めてきたね。母親は心配性なだけ。すぐに電話してくるんだ。でも別にどうでもいいだろ、そんなことは。心配性？そんな理由、おかしいし、どうでもよくかない、かない。うん、よくない。お母様に呼び出されて私をバーに置き去りにしたんですか？てん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 。本当はお母様と会うために私をバーに置き去りにしたんでしょ。ここに揺るぎない証拠があるんだから。え、どれ出せばいいんだ。これかな。私は松木母の写真を松木さんに見せた。この写真に写っている男性は松木さんじゃないんですか？お母様とベッドの上で何してたんですか？松木さんの顔が真っ青になっていく。あ、よかったんだ、あれで。違う、違う。これは親父だよ。うちの両親は仲いいな。見てられないと。うん、見てられないってことでしょ？つまり。まだしらばっくれる気ですか？写真に写っているのがお父さん？そんなの嘘。だってこれお父さんじゃなくて松木さんだって証拠が。まさにこの写真の中に写ってるんだから。え？どこに写ってんの？仕草が洋服だよね。洋服がこのボーダーが一緒だよね。この写真の男性、洋服があなたが今日着ている服と同じです。親父と服貸し借りはしないよな。
まだ認めない気？松木さんがお父様と洋服を貸し借りできるはずがないですよね。この証拠を見れば貸し借りできないことが一目瞭然なんだから。最後の選択、どれ？どれって？これ？これかな？これしかもうないもんな。私は雑誌に載っていた家族写真を突きつけた。お父様とあなたでは体型が違いすぎます。服の貸し借りなんてできません。っていうほど、なんか写真見る限りではすごい違いすぎるあれではなかった気がするんだけどね。お父さんお腹出てたぐらいだからだな。だからダボっとしてた服だったらひょっとしたらっていうのもあるけど、言い逃れできちゃうかもしれないけども、まあここはこのまま行こう。お母様と一緒に写っている男性は間違いなく松木さんじゃないですか。黙っちゃった。私を放置してお母様に会いに行っただなんて、また口が3になってる。このゲームなんか男の人たちなんか分が悪くなると口が3になるよね。松木さん、あなたはやっぱりマザコンですよね。ドリンクも自分で選べない。みちこみちこって四六時中電話して。いい加減マザコンって認めなさいよ。マザコンって何が悪い。開き直った。見抜けなかったら危うくマザコン男と付き合うところだった。しかもイタリアに連れて行かれるところだった。無理無理。さようなら。部屋を出ようとする私の手を松木さんがぐいっと掴んだ。お、頼む、行かないで。一目惚れなんだ。結婚しようよ。はぁ、マザコンと結婚なんてできません。俺は君が思ってるほどマザコンじゃない。開き直った。その時バスルームの方からスケタニグリージャ姿のおばさんが現れた。シュートンちゃんプロポーズ終わったって、スケスケ、この人ってまさか。みちこ、今プロポーズしてるところ。もうお風呂上がっちゃったの？うわ、みちこ。あらやだ、言い争ってる声が聞こえたから気になって出てきちゃったのよ。ほらさっさと行っちゃいなさい。母親と一緒にお風呂に入ってたの？これは夢？気持ち悪い。気持ち悪くなんてないよ。今から一緒にお風呂に入ろう。バラブロだよ。3人で入ればすぐに仲良くなるから。顔がうっとりしてる。ダメ、ダメだこれ。もうダメだ。そうよね、シュートちゃん。うわー、二人してうっとりしてる。入れるわけないでしょ。ザブザブ遊びって何？考えたくもないし、ヒロさんの問題じゃない。両手を広げながら私の方に向かってくる松木さん。はったおそうぜ、これ。はったおそうぜ、来ないで。引っ叩いた。私は思わず松木さんにビンタを食らわせた。よくやった。マザコン男なんてお断りよ。まあちょっとやだよね。さらに近くにあったサッカーボールをつかみ取り、松木さんに向かって思い切り蹴り上げた。痛い、痛いよー。みちこ、みちこ。シュートちゃん、痛いのはあんたでしょ、このマザコン男。私は松木さんとの出会いをノーゴールにするため足早に部屋を出た。そうだよね、これシュート決められたら大変なことになってたね。はい。はあ、散々な目にあった。10人から1人減っちゃった。あと9人か。でもこの9人の中に運命の人がいるかもしれないし。あれ、あのお姉が言ってたこと、ラッキーよあんた、今日はちょうど10人の収穫があるみたい。しかもその、うちの1人は理想の彼氏だって。焼いちゃう。でも気をつけた方がいいわよ。そのうち9人は嘘つき男だから。理想の男なんてそうそう言いやしないのよ。
ケツアゴおねえ占い師、10人の収穫、9人は嘘つき男ってことは、まだ嘘つき男がいるってこと？まさかね。お、残り10人からダーン、はい、残り9人になりました。お、マザコン、マツキーシュート、ファイルあと9枚。はい、結果発表を見る目、いいね。まあこれは結構簡単な方だったんじゃないかな。わかりやすかったし、このダウトパートの内で獲得した見る目と今現在のモテ度でランクが決定。交換、好成績は S ランク、他には ABC のランクがあります。ダウトパートクリア後には特別にエンドストーリーが読めます。 S ランク獲得で全てのエンドをプレゼント。エンド選択へタップしてください。エンド選択、あ、こういうところに行けるのね。なるほど。で、マツキシュートのこれを、なるほど。ダウト後、もしも彼の手を取っていたら今始まる彼ともう一つのラブストーリーが見れる。あなたに振られた彼のその後、やっぱりダメ男の彼のストーリー、この3種類から見ることができるのね。なるほど。どれを見てみたいかな。やっぱりな、ここはな、でもダメ男になった理由とかあんまり、生い立ちストーリーか。生い立ちストーリーはどうでもいいかな。もし彼の手を取ってしまって、誤ったところに行ってしまったら、どうなっていたか見てみようか。ラブエンド。ラブなのか。もしここで、このお部屋で、マチャコン男なんてお断りよーって言ったとか、蹴り上げて、股間にゴールイン。急所に命中しちゃった。なかなかのストライカーじゃない私。痛いよー、ミチコー。シュートちゃん。床にうずくまる松木さんと解放する美智子を置いて私はスイートルームを後にした。後にしちゃったじゃん。出てっちゃったじゃん。ここから？ほんと信じられない。あの松木選手がよりによってマザコンだったなんて、見抜けずにプロポーズを受けてたらと思うと、あー怖。イケメンサッカー選手だし、テレビで見てた時はかっこいいなーと思ってたのに。身震いする体をさすりながら、ホテルの出口に向かって歩いていると。待って。ひい、その声は。ビクビクしながら後ろを振り返ると、そこには松木さんの姿が。走って追いかけてきたのか、息が上がっている。よかった、間に合った。サッカーの試合後みたいな爽やかな笑顔。やっぱかっこいい。ってダメダメ、さっきの悪夢を思い出すのよ。ねえ、ピオさん、君との恋にロスタイムある。なんじゃそりゃ。は、あるわけないでしょ。なんでないの？私のこの顔見てわからない。ドン引きなのよ。ドン引きどうして？この男空気読めない。早くママのところに戻りなさいよ。さよなら。私が去ろうとすると、ぐいっと腕をつかまれた。俺君のこと諦めたくないんだ。話して。甘い言葉に騙されないように腕を振って松木さんの手を振りほどこうとした。すると松木さんの上着のポケットから1枚の写真がひらりと舞い落ちる。この写真、私は松木さんより先に写真を拾い上げた。ん？これは美智子の写真。美智子の写真なの？写真にはこちらに向かって微笑んでいる美智子が写っている。そしてシュートちゃん頑張ってと手書きの文字が書かれていた。やばい。まさかこの写真常に持ち歩いてるの？写真を見つつ思わずのけぞってしまった。これ、どこが、それはお守りっていうか、試合前にその写真にキスすると絶対に勝てるんだよ。だから、キス。気持ち悪く、これ、ラブエンドじゃなかったっけ？思わず写真を突き返す。海外じゃキスなんて挨拶みたいなもんだろ。ここは日本なの。もういい加減にしてよ、このマザコン。俺はマザコンじゃない。ちょっと人より母親を大事にしてるだけだ。母親思いなのはいいことだけど、そういうレベルじゃないでしょ。私よりも母親を取るくせに。そんなことない。今はミチコよりもピオさんが大事だから。そんなまっすぐな目で見つめないで。
その時、老眼の曲がり角から甘い美智子の声が聞こえてきた。シュートちゃん、どこなの？早く戻ってきてちょうだい。ママが探しているみたいよ。言ってあげなよ。美智子のことはいい。ミオさんの方が大事だって言っただろ。口で言うのは簡単よね。わかった。証明すればいいんだろ。そう言うと松木さんは手に持っていた美智子の写真を床に置いた。何が始まるの？松木さんが写真に向かって右足を上げる。もしかして踏み絵？写真を踏もうとしてるの？美智子の写真を踏みつけるってことでマザコン卒業を証明しようとしてくれてるの？写真を踏もうとするがなかなか踏めない様子の松木さん。情けない顔になった。下にはびっしり汗が浮かんでいる。どこまで？すごいカット。やっぱりママの顔は踏めないよね。うわぁ。松木さんは叫びながら美智子の写真を踏みつけた。踏んだ。そこまでしてくれるなんて。私でも母親の写真を踏むなんてできないのに。俺がマザコンじゃないって分かってくれた？いや、マザコンなんだろうけど。どれだけピオさんを思ってるかって分かってくれた？うん。いや、その顔をまだ疑ってるな。今度は美智子の写真の上でジャンプするよ。それで何度も踏みつけてみせる。松木さんがジャンプするために屈伸を始める。ふぅ。大きく息を吸い込み精神統一を始める。その姿はもうテレビで見るイケメンサッカー選手松木シュートの顔だった。もう分かった、分かったから。私は松木さんを止めるようにして抱きついた。もういいよ、松木さんの気持ちよく分かったから。本当、俺の気持ち君に届いたんだね。私は抱きつきながら頭を縦に振る。俺さっきピオさんが部屋から出ていた時に思ったんだ。絶対にこの人を失いたくないって。松木さん、今まで美智子を超える女性は現れなかった。でも君は出会って数時間で美智子を超えてしまった。なんかことごとくお母さんを美智子扱いしてるのがとても、もうそこからすごい笑ってしまってダメなんですけど私。あかん、松木さんが私をギュッと抱きしめる。エースストライカーらしい直球の告白に思わず気持ちが動きそうになる。エースストライカーの人の告白の仕方って必ずしもこうじゃないと思うんだけどな。ここまで本気だったなんて。いくら母親思いとはいえマザコン気質のところはある。でもだからこそ美智子を振り切って写真を踏んでまで思いを伝えてくれた松木さんの気持ちは本物のように感じた。そんな彼を信じたいという気持ちが芽生えていた。一緒にいたい。結局イタリアに行くことになっちゃったの。はい。うわぁ。いつの間にか私は松木さんのペースに巻き込まれていたようだ。楽しい未来になるの？これで終わり？ああ、これで終わりだ。なるほど、マザコンを卒業させることができたんですね。ラブエントだと。そっかぁ。はい。という感じで、次のダウトを読もうと思うならば、これで先に進めるわけですね。はい、わかりました。ということで、ダウト、卒業男、渡れの、松木修斗くんの、マザコン編でございました。まあ、なんというかな、結果でございましたけれども、うん。意外とマザコン男は多いんだよね。うん。それは知ってる。しょうがないよね。お母さんはみんな好きだよ。私も好きだもんって何言ってんだろう。うん。ね、こんな今ご時世なんでね、ちょっと実家に帰ってお母さんに会うこともできないのでね、そういうことも踏まえて、まあ、お母さん大事にするのはいいことじゃないかな。まあ、そんな感じでございます。ただね、ちょっと好きすぎて一緒にお風呂っていうのはちょっと気持ち悪いかなっていうのはありましたけども。はい。ということで、今回の配信の方は、これで終了したいと思います。また、こちらの方、ちゃんとなんとか上げられれば、YouTube の方にアーカイブとして残しておきたいと思いますので、また、もし、よければ、聞いてやってください。はい。YouTube の方の私のチャンネル、うさぴーおのす、チャンネル登録の方も、引き続きお待ちいたしております。よろしくお願いいたします。Twitter の方でもフォローの方お待ちしておりますので、Twitter の方もよろしくお願いします。それでは今回は、この辺で、はい。もういいお時間ですので、そろそろ私も寝ます。それでは、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。ではまたね。